古代オリエントの地図マリは、ユーフラテス川中流の右岸にあった古代、シュメール及びアムル人の都市国家。現在のシリアの町、アブカマルの北西 11km、デリゾールの南東 120km に位置する。紀元前5000年期には住居があったとみられるが、都市として繁栄したのは、紀元前2900年頃から紀元前1759年にかけてのことで、 その後、ハンムラビによって破壊された。マリのジックラと宮殿付近に所在てるハリリ遺跡は1933年、シリアの東部のイラク国境付近で発見された。付近に住むベドウィンの人々が、死んだばかりの部族の一員のために良い破壊死を探そうとして、丘を掘っていたところ、頭の内臓が見つかった。当時シリアを委任統治下に置いていたフランス当局はこのニュースに、 接して調査を開始し、1933年12月12日にルーブル美術館から派遣された考古学者アンドレ・パロの式で遺跡発掘を開始した。翌1934年1月23日にマリオイシュキマリの石像が発見され、テルハリリが古代都市マリの遺跡であることが明らかになった。考古学会はマリオ シュメール文化の最西端の前哨と位置づけている。また1930年代のフランス調査隊による発掘開始から今日までに発見された設計文字でアッカド語の書かれた2万5千枚に及ぶ膨大な年度版はマリ文書と呼ばれ、マリ王国の習慣や当時の人々の名前など多くの情報を現在に伝えている。ハンムラビによってマリが占領、破壊された際に、 王室の図書室が埋まってしまい、その結果2万5000以上の記録版が20世紀の考古調査まで長い間保存されていた。マリは1933年以来、第二次世界大戦による1939年から1950年までの中断と1955年から1959年までのスエズ動乱による中断を除けば1974年までアンドレ・パルを隊長に、 毎年発掘が行われた。その後5年の空白を経て、1979年から2004年までは、新隊長として、マルゲロンが発掘を指揮した。マリー遺跡の1000メートル600メートルの面積のうち、2005年段階で発掘されたのはまだ半分以下である。また考古学者たちが遺跡の地層は、どの深さにまで遡るか解明しようとしてきたが、 なお不明な状態が続いている。ルーブル美術館に在籍したフランスの考古学者アンドレ・パロは遺跡の歴史の古さを調べるため未発掘の深さへ垂直方向の発掘を始めるたび途中で重要な遺物が出土して水平方向の調査をしなければならなくなると述べている。マリとは設計文字ではと書かれる。この名は 都市の守護神のことだと考えられていたメールに由来する。メールは、北メソポタミア及び、シリアの古代の嵐の神であり、ベルギーの考古学者ジョルジュ・ドッツさんは、都市の名と嵐の神の名は同じで、神の名にちなんで種が命名されたと結論づけた。紀元前2000年期のメソポタミア南部の地図マリは、紀元前5000年期からの集落であったと見られるが、都市国家としての重要性が見られるのは、 紀元前3、マリの住民は、セム系の人々と見られ、北シリアのエブラやメソポタミア南部のアッカドに住む人々と同様と見られる。マリは、ユーフラテス側から2キロメートル弱離れており、ユーフラテスカ国と谷の周囲にあるステップとの境にある。マリは、メソポタミア南部のシュメール諸都市と、シリア北部の都市を結ぶ、戦略的に重要な中継点として反映していた。 シュメールは材木や石材といった建材をシリアの山岳部から輸入しており、これらはマリを経由したと考えられる。紀元前2900年頃から始まったマリの繁栄の時期は、紀元前24世紀に何者かに都市が破壊されたことで終わる。この破壊により、ユーフラテス中流域でのマリの重要性は失われ、小さな存落程度に過ぎなくなった。 この破壊をもたらしたのは誰かという問題で、歴史学者の意見は割れている。アッカドのサルゴンの名を挙げる者もいれば、マリの商業上のライバル都市であったエブラがマリを破壊したと考える者もいる。維新ラルサ時代も参照ジムリリムの宮殿ジムリ、リム王の文書、紀元前1780年頃、ルーブル美術館所蔵メソポタミアに流入したアムル人の建てた王朝のもと、 マリは復権する。第二の黄金時代は、紀元前1900年頃に始まった。マリにおける二つの大きな考古学的発見は、この時代に遡る。マリの王子ムリリムの宮殿は300以上の部屋があった。これは、当時の最大級の宮殿であり、その評判は商人たちを通して、アレッポやウガリットなど、近隣の都市国家や王国にとどろいていた。中庭には、 漆喰壁に筆と荷皮と泥絵の具で描かれた壁画があるが、バビロニア文明とクレタ島のミノア文明の影響が指摘されている。もう一つの重要内跡である王国の文書庫もこの時代に遡る。この文書庫からは書簡や行政文書、祭祀の記録など2万5000枚以上の年度版が見つかっている。アンドレ・パロはこのマリ文書について、 古代中東の歴史的事件の年代に完全な見直しを迫り、500以上の未知の地名を提供することで古代世界の地図の書き直しや完成すら可能にしたと述べている。ジムリリム時代、マリの勢力圏はユーフラテスの支流ハブール川の上流までに及んだ。マリはバビロン第一王朝第六代の王ハングラビにより、紀元前1759年頃に再度破壊された。 マリ王国の文書庫の粘土版の中には、ハンムラビが古い同盟相手のジムリリムに敵対し、ジムリリムが戦いで破られたことを証実するものがあり、この破壊の経緯がわかっている。マリが滅亡した後、初期カッシー都お及びカッシート庁の時代に入ると、同じユーフラテス中流域のテルカが主要都市国家となって覇権を握った。一方、依然として、アッシリア人やバビロニア人が、 マリの跡地にまばらに住んだが、キリシャ人の到来の頃には単なる存落となっており、その後歴史から消えてしまった。動物と戦う英雄を描いた遠筒印象とその陰影。マリのイシタル神殿で発見、紀元前2600年頃の初期予兆時代、ルーブル美術館所蔵マリが小さな存落から重要な公益都市へ飛躍した背景には、古代社会において、 マリの経済や扱う品々には多様性があったことが挙げられる。マリはユーフラティス川沿いの中部にあり、イラン西部、メソポタミア南部と北部、カルケミシュ、アナトリア半島など異なった産物を産する様々な地方同士をつなぐ交易路を抑えていた。マリが交易したことが確認されている都市国家にはウル、アレッポ、ウガリットなどが含まれる。 マリを通過する商品は次第に増え、夏目ヤし、オリーブ、陶器、穀物、木材、石材なども扱われた。またテルカなどマリの影響下にあった近隣都市との交易もあったはずだが、テルカの発掘は比較的最近のものであり、テルカで発掘された文書の解読や出版は完全なものではないためまだ詳細はわからない。マリの市民は 成功な髪型と服装で知られており、バビロンから240キロメートル以上上流に、あるにもかかわらず、メソポタミア文明の一部を成していたと見られる。マリは、メソポタミア南部諸都市の作った、交易用前省として機能したという見方もある。マリの市民は、シュメールの神々を崇拝した。マリの最高神は、西、セム系の穀物神で、嵐の神ゴンであり、 ダゴンに捧げられた神殿があったほか、法上の女神イシュタルに捧げられた神殿、太陽神シャマシュに捧げられた神殿も発見された。シャマシュはすべてを見ている全地の神として知られ、二つの大きな扉の前に立つシャマシュの姿が多くの印象に彫られている。ギルガメシュジョジシによれば、これらの扉は、マシュの山にあり、天国の東の扉であるという。 マリの広範囲にわたる交易路を通して、シュメールの神々は、エブラや、ウガリットなど、シュメール以外の文化圏にも伝えられ、地元の神々と混交した。アモリ系王朝を創始した、ヤフドゥン・リムの王女は、嵐の神やダド神の神官であり、王家の神として崇拝された。また1930年代後半の発掘では椅子に、座った頭部の欠落した女神像が出土しており、 椅子の両側に穴があることからブランコに乗った、法上の女神ニンフルサグではないかと考えられている。インドや古代、ギリシャや古代、ローマなどに見られるブランコに女性が乗る法上儀礼との関係が指摘されている。大韓エビフイルの像。マリのイシタル神殿で発見、紀元前2400年頃の初期王朝時代、ルーブル美術館所蔵初期王朝時代については、シュメー名王名表も参照。 中田一郎2020、P74、ラルースズ説世界史人物百科、IP7、中田一郎2020、P75、日本考古学用語では、塗装、ティニー2020、グリーン2003、P62、オルデンバーグ1969、P60、ありがとうございます。